はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、この木材料紹介ですね。はい、まあ、傷がプチプチいますね。はい、まあ、こんな風になってます。コブ木、そうです。この色見て分かっていただけるかなと思うんですけど、マーブルウッドですね。はい、春ね、一回ちょっと手に入れて春のイベントをちょこちょこ出させていただきましたが、また秋分もね、ちょっとまあ夏前に手に入れることができました。もう古い材なのでね、すぐ使えるんですけども、はい、もうめちゃくちゃ高いっすね。はい、まあ、こっちの方がマーブルウッドらしさ、この辺がね削れてるので綺麗になってると思うんですけど、もう本当ごめんなさい、秋のイベントね、ごめんなさい、マーブルウッド値上げです。あの、もう全然値段が合わなくなっちゃってきてるので、ごめんなさい。秋のイベントから、まあ、この分だけですね。また手に入るのかな、まあ、探してはもらっていますが、どうなんだろう。まだね、100% なくなったとは思えないので、誰かどっかで持ってるような気がするので、また縁があれば僕の手元に来るのかなと思っております。はい、まあ本当ね、一時期すごいもうブーム、木軸の中でももうマーブルウッドっていう、もうなんすかね、大ブームみたいなものが一度ありましたが、うん、マーブルウッドね、おさらい、はい、ちょっとね、産地がねいまいち分かってない、うん、あのアフリカから入ってきたっていうのもあるし、アジアから入ってきたっていうのもあるし、はい、いろいろあります。まあどこかっていうのはなかなかもう古すぎちゃってね、いまいちわからない。クスの木の一種です。あの削ると軽く香ります。日本のクスのような香りはしませんけども、クスの木の一種ってことですね。まあ黄金グスっていうふうに言われるのもあるんですけど、同じものかどうかはちょっと判断が僕ではつきません。はい、もうまあマーブルウッド、まあコブ木のことをねマーブルウッドっていうわけではないんですけど、まあこういうこのコブがねマーブルの模様に見えるということから、多分もうこれを仕入れてきた材木屋さんがマーブルウッドとして売って、まあそれがもう日本の中では定着しております。実はマーブルウッドっていう木、本当にね、そのまんまの名前のマーブルウッドっていう木はね、実は別であります。南米だったかな、うん、あのマーブルウッドっていう木があるんですけど、全くそれとは違う木、このクスのコブ木のことをマーブルウッドっていうふうに言います。ただね、コブなんですけど 100% コブではないですよね。どうしても木が抜ける場所、木がない場所もありますし、こうやって縮みが出てる、まあストレスカーリーですね、そのコブができる過程でできてる、珍しいんですよね。うん、あのクスには見られるこの特徴だと思います。そのコブ木とそのストレスカーリーが混ざってるっていう感じのがね、うん、カーリンとかね、ローズウッドのコブとか、そう、このコブの中にストレスカーリーがね、入ってるっていうのがなかなかあんまりなくって、うん、他の木ではあると思うんですけど、まあ、クスの木、まあ、マーブルウッドも含めて、まあ、この辺が特徴ですね。はい。まあ、色は、まあ、こういう、なんすかね、黄色系の、緑から、うん、黄緑から黄色系の、まあ、クスの木。日本とクスの木はまあ赤系から白系からいろいろ、あのクスも結構種類があって、それぞれでね色が違います。はい、まあ、マーブルウッド、まあすごい人気な、まあなんすかね、僕から言うと渋いっていう表現になるんですけど、うん、これはまあ見た人それぞれあの印象が違うと思うので、うん、なんとも僕の意見が合ってるかどうかは分かりませんが、僕は渋いっていう感覚を持っている木ですね。
まあ、ちょっと柔らかめの木ですね。まあどっちかっていうともうマーブルウッド、まあなんかツイッター、まあ今は X ですか、まあそういう SNS とかでね、なんかすごく人気になってしまったということで、名前だけがちょっと先走ってしまったような気がせんでもないんですけども、まあうん、このなんですかね、コブとその縮みとか含めて、うん、いいんでしょうね。なんかマニア心くすぐるような、そういう木なんだっていうふうに感じております。はい、まあ本当昔、本当に昔これを手に入れた頃のお話ですよ。10何年前、15年前とか、うん、その時はね本当にね全く人気がなくて全く売れない、うん、一生懸命どうですかどうですかって言って、どうでしょう、2、300本頑張って買っていただけた時に1本売れるかっていうぐらいそれくらい人気のなかったんですけどね、いつの間にか火がついてましたよね。うん、いやこんなに、まあちょうどコロナが始まった3年前4年前ですか、まあ人気になった時に、うん、本当に7、8年ぐらい前にもうあまりにも人気がなさすぎて結構売っちゃったんですよね、材料のまんまあの時は後悔しました。はい、それをまた買い直すって、うん、売った値段の3倍ぐらいで買い直すっていうそんな感じですね。はい、まあ今はも、うん、まあそれ以上に高いんですけども、もう本当なくなっちゃいましたっていうのか、もう新たに入っていってないんじゃないですかね。見てても新たに入っていったような感じではない。まず生材がないっていうことがそうですね。まあいろんな材木屋さん、まあそういう関連のところに聞いても、うん、まず入っていたという経歴はないので、うん、まあそうですね。まあでももしかしてまたたまに市場とかね、材木屋さんの真っ黒になっててわからないとかですが、実はマーブルウッドだったっていうこともあるのでね、また見つけ次第買いたいなと思う木ではあります。はい、というわけでマーブルウッド、また春も含めて高騰しいっぱい、まあもうこれが僕の手持ち最後でございます。はい、またイベントにね、まあこんだけあるんですけども、まあどうでしょう、ボールペンシャーペン合わせて1イベント合わせて10本から15本ぐらいかなっていう感じでちょうどなくなりそうですね。うん、案外ね割れてたりしてね取れないところ多いんでね、何本ぐらいできるかちょっと分かりませんが、まあ今年からね、そうですね、デルタさんの1月のイベントくらいまではなんとか分けて持っていければなと思っております。ではでは、またよろしくお願いいたします。